ですよ、皆さんの中で行水経験者いらっしゃいますか？行水、たらいかまあ、でしょうね。昔の大人の人も行水してましたもんね、女性もね。私の経験ではですね、日常的に行水をしていたのは小学校に上がる前でしたよ。いや、その頃はね、二軒長屋みたいなところに住んでましたよ、私は。昭和22年生まれですからね、いわゆるまだ終戦、太平洋戦争が終わって10年戦頃ですからね。だから鹿児島市内にアパートみたいなのはなかったです。平屋のね、二軒長屋。私が住んでたところは三軒長屋やったかもしれん。ほんで、そこはですね、井戸でしたよ。要するにほら、井戸端会議っていうじゃないですか。あれですよ、鹿児島市内でね、今はもう、大通りですよ、すぐ横はね。そういうような頃ですからね。ほんで、すっぽんぽんですよ。ほら、そんなに恥ずかしくない頃ですから、井戸のところに連れて行かれてね、いやいや、水ですよ。ほんであれですよ、行水だから、夏ですよね、大体がね。ほんで、瓶だからあれですよ、ゴシゴシこう洗いなさいって。いや、一人じゃなかったと思う。私なんかの年代はね、昭和22年生まれはあれが多いんですよ、出生者数っていうんですかね。私なんかから22年、23年、24年、25年もかかるかもしれんけども、いわゆる団塊の世代って今あんま言わないんじゃないですかね。言われた頃のあれですから、もう引っ越そこ男子も女の子もいるんです。いや、その頃あれだったですよ、その幼稚園前ですからね。女の子なんかもいわゆる清水っていうんですかね、正式名なんですかね、清水。要するに私なんか清水っつって、いや、そういう呼び方もしてませんでしたけど、要するにそこにありして。もしかしたら女の子もすっぽんぽんやったかもしれん。いや、石鹸はなかったと思う。石鹸はまだあれです、贅沢院だったかもしれない。いや、洗剤はなかった。食器洗いなんかもね、たわしとね、それから何け、あやないっけ、わらのほらあれがありますよ、わらひもけ、何ですかね。今日はね、半ズボンによりますよ。いや、さっきちょっと見てみたんだけど、あれです、 DIY をする頃ですよ、よく。これはね、いつやったっけ、21年の11月、2年ちょっと前。だからビデオスライダーを作る頃です。もう先に言っときますけど、この後ですね、あそこにもよります。北山によりますけどね。おいで、この今半ズボンの臼杵店っていうとこですけどね、ここに入って出たらですね、正面にね、虹が見えます。でした、でした。ほんで、行水の話にあれし、行水のあれにしますけど、だからその頃はね、いや、風呂にも連れて行ってもらったと思いますよ。だけど、それよりかは行水の方の記憶の方が強いです。ほいで、あれですよ。いやいや、今行水の話をしようと思ったけど、そういえばまだ石鹸もなかったですよね。
だからもう水洗いばっかりだったんでしょう。その米を研ぐと、米は洗剤は使わないけど、野菜とかですよ、魚をこしたりとか、ほら、いや、うちのおふくろがそういえば 魚をさばくところの映像が浮かばないですね。いや、魚もあったはずですよ。あ、ほら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 、虹。いや、珍しいでしょう。いや、おまかせテレビでは珍しいんですよ。ちょうど正面に、ね、虹が見えるっていうのはですね。それでですね、いやいや、今の、何をあれ、自分で感心したかというとですね、洗剤とかそういえばないし、それから家にはですね、あ、家の中では料理はあんまりせんかったかも。いや、水を汲んでこないかんわけですよ。そこの井戸からですね、鶴瓶ですよ。鶴瓶でこう、あれして。だから一人、おふくろも一人じゃなかったと思う。そこあたりのおばあちゃんとかね、それから、うちのおふくろなんか若い頃じゃないですかね。私のおふくろは、私はいくつで産んだのっけ？ 20しか5で産んでます。はい、二回り、あれが違いますから。だから、うちのおふくろは若かったんじゃないかな。ほんで、何もできんわけです。多分。いやいや、それからとも料理あんまり得意じゃなかったですからね。だから魚なんかももしかしたら、そう、おばあさん、いや、近くにね、なんていうかね、いわゆる戦争未亡人みたいなですね、シャキシャキしたね、おばあちゃんじゃなかったけど、そういう方が結構いらっしゃったんです。あ、今思い出した。そのね、井戸があるちょっと向こうではですね、パン屋じゃなくてパンを焼くところがありましたよ。でしたでした。いや、今思い出した。それで、そこから離れたところでは飴屋さんがありましたね。水飴から飴を作るってやつ。何ですかね、白とピンクと青かな、カラフルなやつ。これね、なんかこう食紅かなんか使うんでしょうね。最初はこう太い、何ですか、直径がどれぐらいだろうか、直径が2センチぐらいけ、それを3本つくぐらい、いやいや、もっと大きかったかも。あ、いや、すいません、今カシャってこれですか、これね。あ、今かないかと思います。ちょっとやった忘れる。何だと思います？いや、中身は大したことないですよ。ネスカフェゴールドブレンド。でも今日はね、アイス。さっき音をさせたんじゃない？いいですか？涼しい音がするかも。あら、ちょっとタイミングが狂いましたね。いや、あれが言ってるんです、氷が。ほんで、こう喋り始めた時に、こうさっき音を確かめたんだけど、なんかね、もうちょっとよか音がしたんですけどね。あら、残念。まあ、飲みますからね。いや、喋ってるうちに思い出すもんですね。当時のあれが、映像が浮かんできますね。それで、あ、ですよね。いや、ですよねって、ほら、まだ電気製品も珍しい頃ですから、そのね、界隈はね、決してゆた、なんけ、お、あ、大金持ちって、大金持ちさじゃんけ、武権者さんって言ってましたけど、そこの土地を持ってる人が、なんか武権者。武権者？武権者。要するに金持ちかな。なんか、そういう話を
聞いたことあるの。あそこは武現社さんやってやなっていうのは、いわゆる井戸端会議で言うわけです。ほんで帰ってから、そんぐらい母ちゃんでしたから、確か聞いたと思う、母ちゃん武現社地ないなみたいな感じで言ったら、まあ金持ちのことだっていう。で、金持ちの意味がわからないんです。で、金持ちないなって言った時、そこの家主さんのほら、で私より一級上のね、先輩っていうか、あのお坊ちゃまがいたんです、そこにね。で、なんとかさんみたいなところよっていうところで、その土地がなんとかっていう話をしてくれたかもしれないけど、あれはない。ただ武現社っていうのは、その幼稚園に入る前に聞いた言葉の記憶ですね。ですです。それとかね、あー、いろんなのがある。それとかの鶏の卵があれですよ、まだ高い。そこにはね、どれぐらい世帯数がいたんだろうか、 1,2,3、 まあ少なくとも15軒ぐらいの、あれですね、サーカス小屋が映ってますね。サーカス小屋って言わないか、今サーカステントって言うんですかね。いや、あれですね自分の動画を見てこう感心するけども、結構映ってるもんですね。いや、今とは違う状況が映ってますよ。今のほら、あのあれは何か、ドリームサーカスだったんですかね。で、多分ね、いや、まあここの名木市場ってここは今もありますけど、10年したらもうなくなるでしょうね。どっかに移転すると思いますよ。一等地ですから、ここはあのイオンモール鹿児島ですからね。あ、また氷の音いいですよ。ちょっとね、この氷がね、大きいみたい。あ、氷ですか。これはね、透明じゃなくてですね、普通はね、面白くないあれですよ。半分が下の方がこう、あのやや透明で、で上の方はあのあれですね、空気がいっぱい入ってますね。あ、商売にならんあれですよ。あ、そうだ、今ですね、編集室をやり替えて、はい、ほんでほら、こん前から言ってるみたいに、ここの何ですかね、編集、こういうところで編集してるんですよっていうのも見ていただこうかと思って、いつも言う、いつもと最近言うでしょう、お任せテレビだから、もうテレビ局と思ってください、ここ。はい、超ミニ、吹けば飛ぶようなあれだけど、でもあれですよ、この編集自体はもうTBS とか、例えば日本テレビとかフジテレビの編集のあれとは変わりませんからね。はい、ノンリニア編集っていうやつなんですけど、もう要するに変わらないんですよ。ソフト自体は安いんですけどもね、でも編集作業自体は変わらない。だからそういうような、ほら、あれを皆さんに見ていただくと、ああ編集っていうのはこういうあれするんだっていうのがあってから、またこの動画を見ると、ああそうか、ああいうふう、こういうふうな過程でできたんだなみたいなのがあるし、それで今の頃ね、動画は GoPro の9っていうやつで撮ってると思うんですけど、はい、今でもありますよ、だけど今はこういうカメラを使ってますとかね。それとか今ほら、カチャカチャ音をしたじゃないですか。あらら、あれですよ、今チャリッチ音がしたでしょ。これはね、スプーンを、サジですよ、サジをこう沈め、
あ、100円のあれですよ、ダイソーで買った、もう4、5年前かな。まあまあそれはいいんですけど、あ、今度それも見せますからね。そしたらあれですね、氷がですね、このさじにしちょったです。それがしちゃうてる音だったです。いや、音ばっかりじゃ面白くないけど、まあこういうのほら動画でパーって撮ってる時にそういう現象が起きて、そういうのを見るの面白くない、あですかね。ちょっといや、私は好きですよ、そういうの。ちょっと待ってね。うん、話が行水から全然進まないところですけどね。ちょっと待ってね。あ、今ですか。今はね、ホワイトロールティッシュ。はい、俗に言うトイレットペーパーですけど、これをひちぎってですね、今その、あれが、編集机がね、汗をかく、あの、ほら、これが、コーヒーカップが汗をかくじゃないです。それが下にしてね、輪になるんですよ。輪が3つじゃないけども。で、そういうのもこんな見せますからね。いやね、映像は映像で面白いですよ。いや、私の喋りより面白いかもしれない。おいであるですよ。その行水ですけど。あの、ありません。ないかもな。私なんかよりも10歳、まあ地方の方に行くとほら、そういう経験が、まあ特に男の子はね、もう風呂にいい言い方もあれだし、いや、シャワーっていうのはなかなかあれでしたかね。シャワーが出回るようになったのは、要するにあの、瞬間湯沸かし器か。あれができてからですからね。あ、この動画ですか。ここあれですよ。マリンポート鹿児島で、ここまっすぐ行ったところで終わりますから。もう交代でですね、もうほんならですね、じわんないかんですね。あ、たまにはね、こういうね、雨が止んだらお別れなんで、すいません。いや、よくろちゃらんですよ。はい、ということですね。すいませんね、行水からこういう話になったんですけど、まあいつものパターンですね。はい、ということで、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。